あなたは神奈川県警に恨みを持って、そして張り込みされてるのも知ってるはず。だから次の家に黙って侵入するわけはないと思ってました。それがおとり作戦。この家が本命じゃないかと思い、事前に家の人に話して中で張り込みさせてもらいました。窃盗の現行犯で逮捕します。お前一人か？ええか。足首やっちゃいました。なんで？呼んでください、救急車。おい、おい、おい、あいつ自称ジャーナリスト3の4の3の4のなんだっけ。おい、3、3の4の3、お願いします。大丈夫？初めて気絶した。あいつら閉じ込めやがった。中から開けられないの？無理。じゃあ誰かが開けてくれるの待つしかないのか。いや、それも無理。どういう意味？多分この金庫の中は完全に密閉されています。ここに大人二人が閉じ込められたら平常呼吸数からいって4時間程度で空気が足りなくなります。興奮したり騒いだりすれば4時間切ります。てつまりあいつら殺す気だ。アプリ作れるようになったんでしょ。悪くないじゃん。そういうもんなんじゃないの人生。大丈夫か？おい、しっかりして。おい、大丈夫か？持ってる？大丈夫だ。呼吸が戻ってる。しぶといな。生きてるわ。みんな、助かった。